98式旋回機関銃は、大日本帝国陸軍の軍用機に搭載された機関銃である。1930年代後半、陸軍は89式固定機関銃と89式旋回機関銃の後継として、1933年からドイツのラインメタル社が製造していた MG157.92mm 機関銃のライセンス生産を試みた。 固定機銃型の98式固定機関銃はまた、座用バネに用いるピアノ線量産の目処が立たず、試作のみで終わったが、旋回機関銃は銃種による手動配、鞘が可能なため試作が続けられ、1938年に完成、1940年に仮採用された。初期生産型では、MG15 と同じサドル型ドラムマガジンが採用された。空薬況は、 下側から排水やされる。使用弾薬である 7.92EX57mm モーゼル弾は当初ドイツからの輸入に頼っていたが、後にコピーし一式実砲として正式化している。99式総発系爆撃機や100式重爆撃機、100式司令部偵察機、2式複座戦闘機トリューなどに装備された。しかし弾薬が98式固定。 旋回機関銃と互換性がなく、後に放熱構造を簡略化して、光景を 7.7mm に変更したお姿が開発された。それでも構造が複雑なために生産性が悪かったことから、ブルーの ZB26K 機関銃を元にした一、式旋回機関銃が採用された。生産数はわずか数百兆である。ありがとうございます。